日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、メリークリスマス。クリスマスのプレゼント、多分中学校卒業ぐらいまではもらってた気がします。案内人の M です。サンタさんはいるとずっと信じています。カメラマン W です。ダブルさん、サンタさんいませんよ。あ、いますよ。このチャンネル夢を壊すチャンネルじゃありませんというかですね、今日はこの2台の車持ってきました。車何と何ですか？フェアレディ Z とノートです。そうなんです。 Z は以前うちのチャンネルでも試乗動画とか上げさせていただいた車なんですが、ところでこのノート、なんか違和感ありません？普通の白いノートですけど、ナンバー見てもらうと、はい、横浜ナンバーがついてるんですね。なんか福島日産なのになんで横浜からノート持ってきたのっていうと、実は持ってきたの私じゃないんですね。ここにこのノートに乗ってやってきた人がいるんですよ。はい、ちょうど前振り終わったみたいなんで登場していただきましょう。はい、ということで、皆さんハロー日産、神奈川日産の菅野でございます。本日は、福島日産さんの方にですねお邪魔させていただいて、今日ね Z 乗れるということで来てくださいと言われましたので、はい、今日車でやってきましたね、はい、松本さんね。もう5時間かけて、はい、はるばるとはるばると来ていただきましたので、はい、来ましたので、まあ、今日はねこの Z、せっかくなので、乗っていっていろんなところを試していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで神奈川日産さんとコラボ企画、はい、第2弾でいいんですかね。ね、はい、前なんかオートサロンで行き合ったりはしましたけども、ね、はい、まあお久しぶりでございます。お久しぶりです。お久しぶり。その時もね僕ら Z、あ、そうですね、はい、ライブ配信をミスったでおなじみ、はい、Z バキバキにミスってるっていうね、はい、ということで今日クリスマスということですけど、はい、まあ、あれ前振りクリスマス話題やってました。クリスマス話題はちょっとやっぱりやりました。ちょっとだけやりました、はい、はい、ということでですね今日は日産 YouTube チャンネル、そして神奈川日産 YouTube チャンネルから、皆様にお届けするクリスマスプレゼントということでコラボ企画をやっていきたいと思います。行きましょう。うちのチャンネルと神奈川日産さんコラボするとですね、4名中3名が顔出し NG ということで今日は菅野さんと松本さんいるんですけど、一人しか映ってないのに外野がうるさいっていう、謎の構成がおかしい。喋ってくよ、喋ってくよ。行きましょうね、はい、はい、ということで行きましょう。せっかくですね福島に来てもらったということで、はい、Z に乗ってもらうのメインなんですけど、なんか松本さんがどうしても行きたいところがあるって言ってたんで、はい、そこに連れて行こうかなと。ありがとうございます、はい、ということでですね、じゃあみんなで Z に乗って行きましょう。はい、そうですね、僕荷物役で大丈夫ですかバゲッチ広いから、ゴルフバッグ入るからね。じゃあ、あとダブルさんとちょっと場所譲り合ってもらってとりあえずどっちか気を出せばいいので、はい、ということで皆さんですね、Z 二人乗りの車ですので、はい、まずは誰と誰行きましょうか。せっかくなんでやっぱ私が運転して、はい、菅野さん運転してもらって、はい、じゃあ私たちからはダブルさん出しましょう。ありがとうございます、はい、お願いします。ということで、まずはダブルさん、菅野さんがZ、私と松本さんでこの神奈川から来た横浜ナンバーのノートで、後ろから追っかけていきますので、はい、行きましょう。よろしくお願いします。ちょっと待ってください、 M さん、もしかしてなんですけど、はい、緊張してます？緊張、いや緊張しないわけないじゃないですか何言ってんですか。しないですよね。緊張めっちゃしてますよ。昨日眠れなかったんですから。いやいやいや、こっちなんか寝れなかったんですから。松本さんとサシでここで喋んなきゃいけないのかって思うと、もう嫌で嫌で。嫌で嫌で、はい、それは嫌ですよね。僕も、はい、M さんの立場だったら、はい、嫌だなって思います。猪苗代湖。猪苗代湖、そう、向かいますけれども、はい、僕も初めて福島に来ましたけれども。あ、松本さんも初めて。初めてなんですよ。なんか菅野さんまるっきり初めてだみたいなことを、まあさっき言ってましたけど、はい、松本さんもなかなか来ませんか、東北。僕も通ったことはあるって感じで、はいはいはい、どっちかで仙台に1回行ったことがあって。あ、なるほど。その時になんか高速道路の通行止めを食らいまして、
福島を突っ走って仙台まで行ってくださいっていうルートにされたんですよ。あ、じゃあ馴染み深いじゃないですか。馴染み深いですね。バンドをひたすら突っ切った福島。そうです。しかしこれがクリスマスに上がると思うとなかなか攻めたチャンネルだなってお互いになりますけれどもね。まあいろんなイベントお互いあるしクリスマスにしましょうかっていう。そうですね。でも私逆にあこの動画クリスマス企画なんだなと思ってすごい、はい、あの気楽なんですよ。なんでですか。え、だってね、なんかうちのチャンネルいつも真面目に車のご紹介とかしてて、はい、遊び企画、まあ、たまにやりますけど、はい、なんか神奈川日産さんとというか松本さんと喋ってまともに車の話絶対しないだろうなだったらなんか特別な時っていうことで、あ、じゃあいつもご覧いただいてる皆様にクリスマスプレゼントになるか分かりませんけど、はい、あのゆるゆる企画でいいなと思ってるんです。もうバレてるんですね僕に、あのその車のことを喋る気がないっていうのがあの私も正直今日いいやと思ってて、まあ、多分今前を走ってる菅野ダブルペアは、はい、もうバチバチに Z の紹介2人でやってると思うんで。そうですね、はい、もう車の話はお任せして私は松本さんからいろんな裏話を聞き出そうと思ってるんですよ。全然もう話せる範囲で、話せる範囲で全然話しますよ。話せない範囲は切るだけですけれども、菅野さんもしかして Z 楽しんでるの？まあだって乗りたくて来たんですよね結局のところ。そうですね、乗りたくて来てますからね、はい、うわ新鮮だな。しかしこの組み合わせも新鮮ですけど、はい、なんか車2台でツーリングする企画っていうのも完全に初めてです。初めてですね。事前に松本さんとどんな感じにしましょうかって喋ってて言われたのが、はい、あの神奈川日産ってロングドライブ企画やんないんですよって言われて、ね、そうですね、やらないですね。なんでって言ったらフルテロップで編集めんどくさいからって言われてよし、じゃあ今日はたくさん喋ろうって思って臨んでます。いや全然大丈夫ですよ。帰ったら串間にちょっとやっとけって言うだけですからあれおかしいな、別に串間さんに何の恨みもないんだけどなでもやっぱそれぐらいね、あのうちフルテロに結構従いなんで僕が。そうですよね、絶対テロップフルで入れますもんね。そうですね、よっぽどじゃない限りは入れますからね、うん、なんかそこはこだわりの差ですよね。そうですね、うちはとにかく毎日更新。いやそこがねえぐいんですよ皆さん。これ分かりますよね、このえぐさがこれ伝えたいもん、このえぐさを、ね、でもなあれじゃないですか、福島日産系って僕は思ってるんですけど、その動画を、はい、なんて言うんでしょう、そのコミカライズせずまっすぐに車のことを伝えてるチャンネルを福島日産系って言ってるんですよ。はい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 。で神奈川日産系っていうのはその、はい、あの決して車に詳しくない人間でも通用していくはい、はい、系列だと思ってるんですよ。そう思うとやっぱ福島日産系列のチャンネルの方が多いなって僕は思ってるんですよ。あ、各反射さんいろいろ見ていくと。そうですそうですそうです。まあ神奈川日産系って逆にどこあります？僕のイメージだとですよ、あくまでも僕のイメージだと、はい、日産プリンスミエとか、うん、あそこも企画ものが多かったりとかするのと、はい、あと日産サティオ新潟西。あ、サティオ新潟西はまあそうですね。とちょっと毛色違います、日産プリンス和歌山さんはうち系列なのかなと思って。うーん、あなた私プリンス兵庫さんこの間、はい、やってた見ましたよ見ましたよって見ましたよ。プリンス兵庫さん見ましたよ、ご紹介いただいた案内人の M です、福島日産ですあの神奈川日産を福島日産と言い間違えるっていうミラクルを起こしてくださった。そうですね、はい、すごい嬉しかったですその後しっかり業界ナンバー2は間違えられるぞとしっかりボケていく私たちやってた始めた頃よりもかなり増えましたよね、反射で YouTube やってるっていうのが、ね、すっごい増えましたね、なんか他のメーカーでもこんなにやってるとこ絶対ないんで。ないっすね。日産は何なんだとちょっと思わないでもないんですけど、でも多分それって私神奈川日産の功罪だと思うんですよね。
公罪罪ですか聞きましょう。これ単位者さん見ててくださいね。合ってるんだったらコメントください。ああそうですね、ぜひぜひ。合ってるんだったら全然コメントしてもらっていい。多分日産系こんなに YouTube やってんのは多分神奈川日産が犯した罪の流れだと思うんです。ほうほうほう、聞きましょう、ぜひぜひコメントいただければ。うちが悪いってことですよね、いわゆる。そうですどういう、それあれですか、経緯としてやっぱ神奈川日産もやってるんだからさ、やろうよって感じってことですかね。神奈川日産あんなにやってて楽しそうって多分思った偉い人たちが指示を出して私のような YouTuber が生まれていく。なるほど、はい、なるほど。いや、あそこやってんだから負けるわけにいかねえだろっていうそういうちょっとした上空でのやり取りが、上空でのやり取りが、はい、ただちょっと僕一つだけ言わせてほしいことがあるんですけど、これどっかで絶対言おうと思ってたんですよ、はい、大体 YouTube やろうっていうのってトップダウンじゃないですか。そうですね、うちボトムアップなんですよ。あーすごい、松本 YouTube 始めるって言ってんだけどって。ていうかそれがちょうど今の上司がいて、はい、僕これマジで言ったら怒られるかもしれないですけど、はい、入社1年目の時に、いや仕事暇だなって思ってたんですよなんかつまんねえなって思ってたわけですよ。あ、はいはいはい。で僕前職がそういう映像系の仕事だったんで、編集できるから、はい、なんかねえかなって探してたら、はい、神奈川日産公式 YouTube チャンネルっていう死んでるチャンネルがあったんですよ。うん、おあるやんと思って上司に相談して、はい、すいません週1本ぐらいのなんかそういうペースでいいんで、なんか車の魅力伝えさせてもらえないですかねって言ったら、おじゃあやってみればって言ったんで、いやしたなるほど、面白い仕事ゲットしたぞ。もうあとはもうこっちのもんだと思って好きなように進めてこうなっちゃったって感じ、はい、1本目の動画に関わってるので本当に僕と菅野なんですけど、はいはいはい、ちょうど同じフロアにちょうどその時菅野さんもいらっしゃって、で僕菅野さんの第一印象って、はい、あかっこいい人いるなっていう印象だったんですよね。なんでちょうどいいやと思って話しかけたんですよ菅野さんと。あ、その動画最初撮るときは、はい、まだ菅野松本の関係性ってのは今みたいな感じじゃなかったっていうか喋ったことほぼなかったっすね。あ、そうなんだ、はい、意外、全然喋ったことなくて、はい、で YouTube を介して喋り始めたみたいな感じですよね。多分 YouTube やってなかったら喋ってなかったと思います。あ、そうなんですね、はい、なんかもともと仲良くやっててなのかと思ってました。全然全然仲良くなかったです仲良くなかったんですねなるほど、そうですね、喋ってなかったんでね。なので僕はそのラッキーが続いてる感じですよ。会社にたまたま YouTube チャンネルがあって、うんうんうん、同じフロアにたまたま菅野さんがいて、はい、やり始めたらそれこそね福島日産さんみたいな人たちがどんどん乗っかってきてくれてっていう、すげえやりやすいというか、まあ、運が向いてるというか。そうですよね、ラッキーでしか生きてないみたいな感じですだって今だってなんか日産ディーラー YouTube って言ったらまずは神奈川日産って上がりますからね。そうなんですか。いや、そうだと思いますよ。いや、もう徹底的に市場調査したら、はい、基本的に日産って言うと日産 YouTube チャンネルが上がってきて、はい、で例えば日産セレナとか日産ノート、日産オーラって調べ始めると、はい、例えばゴミ安高、川口学ぶ、日産 YouTube チャンネルみたいな感じになるんですよ。で圧倒的な動画量で支配してるんですよそこはまあこれはさすがに無理だろと、はい、週1本ふざけた動画を出してるツイラーが勝てるわけがないと。いやでもこれ、はい、逆に俺ちょっと一つ功罪になる可能性があることがあって、やっぱ日産 YouTube チャンネルは毎日更新してるじゃないですか、はい、こっから毎日更新する反社が出てきたら功罪ですよ、はい、そうですね、それは間違いないこれ功罪ですよ。自分たちでやっててなんだと思いますけど、多分毎日更新やんないと、やんないほうがいい。うん、やんないほうがいい僕も一瞬やった時期ありますけど、はい、本当に1ヶ月だけかな、やった時期あるんですけど、はいはい、死ぬかと思いました本当に。しか
私向こうはどんな話してんだろうな。いやなんか僕来る道中で、はい、あの菅野さんが、はい、ちょっとダブルさんに聞きたいことがあると言ってたんですよ。で何を聞く気でいるんですかって僕聞いたんですよ、はい、じゃあダブルさんって仮面ライダー好きですかって聞こうって。なんで？なんでって僕も思ったんですよ、はい、どういうことですかみたいな。いやダブル仮面ライダーダブルなわけですよ。まずそこ好きかもしれないからそこを聞きたいと。もうちょっとわからないじゃないですか、はい、でプラスアルファしてその仮面ライダーダブルのエンディングテーマが A to Z っていう、へー、日産 A to Z をモチーフにしたこの Z に乗ってるってことは、はい、仮面ライダー好きの僕を喜ばせるためにもしかしたらダブルさんが仕掛けたんじゃないかってことを聞こうって思うんだけどどう思うって言われたんですよ。菅野さんマジで事故るよっつって、トーク事故るよって本当に。それね返せる人あんまいないよと、いじめになるよ見た目的にはって。多分じゃあ向こうの社内で圧迫面接やってるんですね。やってるでしょうね。あのかけてもいいですけどこの部屋の半分も喋ってないですかね。この部屋なんかもうみちみちで喋ってますよ。あーでもよかった。菅野さん逆に、はい、私あの今日仮に菅野さんと私で Z だったら、はい、あの結構何話したらいいかね困るだろうなって思ってて。はい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 。もうお互いそれぞれのチャンネルで車を話すことを主役にしてやってる人たちじゃないですか。そうですね。喋ってもなんか喧嘩にしかなんないんじゃないかなと思ってでトーク譲んないじゃないですか菅野さんって。割となんかそんな感じしますね。譲らないんですよ。だからコラボした反射さんがすごい、はい、菅野対策をしてから臨まないとトークに入れないと。はいはいはい。っていうことは言われます。やっぱ情報量が多いと。まあそうですね。で他反射に出るってことはやっぱその車の魅力をいつも以上に伝えないといけないから、短い尺でいつもの倍のボリュームで喋ってくるから。あーなるほど。結構厳しいらしいんですよね。そっかよかった。やっぱりうちのダブルぶつけといて正解だな。大丈夫ですかね。げっそり痩せるとかないですか。大丈夫です。あのうちのダブルさんもですね、はい、トークに関しては結構強いですから。あ本当ですか。これってこうだよね、はいって返してくれるんで。強いわ。鉄壁。鉄壁ですよ。私もなんで今日は安心して菅野さんにぶつけていけるんで。いやよかった。私は今日気楽な撮影ですよ。そうですか。もうすごいフリートーク満載の。もうフリートークしかしてないですからね動画をご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の夢です。今日は神奈川からやってきた日産ノートに試乗しております。さて、神奈川から来たノートということで実際走りは福島のノートと変わるのかそのあたり検証していきたいと思いますなんて言ってもしょうがないんで。確かに、はい、この日産 YouTube チャンネルでノートの話いっぱいしてますから。そうですよ。でここの道も、はい、あのまあ当然松本さん初めて走りますけど私動画の中で何回走ったか分かんない道なんで。あそんなに。そんなにですよ。あれもしかしてなんかこの上にあるスカイラインみたいなところあるんですか、はい、これ動画で前走ってほしいって言ってたところですか。あそうですそうです。おじゃあでただ本当はスカイライン行ってほしいなって思ってたんですよ、はい、冬季閉鎖になりまして今日は行けません残念ながら。なんてタイミングの悪い。もう猪苗代見えてきましたね。だんだん猪苗代がまあ本当ここの道ひたすらまっすぐ登って下ってすると猪苗代で。というかあのそう聞こうと思ってたのなんで猪苗代湖に行こうと行きたいなと思ったんでしょうか、はい、まずですね、はい、まあ、僕の福島のイメージっていうと、はいはい、風とロックなんですよ。あー言ってましたね、はい、でそれの第1回目のライブで、はい、猪苗代湖ズっていう、サンボマスターのボーカリストを中心に結成された、はい、バンドがあるじゃないですか、はい、であの方々がなんでそういう名前をつけたかっていうとやっぱ地元にゆかりのあるところの名前を取りたいってことで猪苗代湖ズにしたと。で僕も結構猪苗代湖ズの音楽、まあ、サンボマスターかな、はい、正確に言うと好きだったりするので、ぜひとも行ってみたいと思って。なるほど。猪苗代湖をご所望しました。猪苗代湖そのものがこう綺麗だからとかあの大きい湖だからとかじゃなくて、はい、
稲葉翔子図が、そうです、名前にしたから。そうです。あ、そういうことか。まあ、せっかくですね、稲葉翔子行きたいって言ってもらったんでご案内しましょうね。いや、ありがとうございます。あ、あと、はい、お昼ご飯何食べたいですか。お昼ご飯何にしましょうか。菅野さんはなんか、はい、美味しいものが食べたいって言ってたんで。多分大体みんなそうですよ。じゃあコンビニ飯とかにしますか。いやいや、間違いない。ぶち切れたんですよ。はお前さみたいな。ちょっと一悶着あったんですよ。 あったんですね。じゃあスキヤとかお前さって言われて、はい、2回怒られたんですよ。じゃあマックにしますかって3回目無視されたんですよ。それ決着ついたんですか。そしていや、わかりました。もうなんか M さんに聞きましょうみたいな。ああ、そういう感じで。どうだろうな、あの福島県って、はい、食べ物何かなってイメージあります。僕、桃です。あー、時期が違う。もう遅い。でもそうですね、そっち側なんですよね。なんかまた風ドロックなんですけど、また風ドロックで、はい、桃ステージとかっていう名前になってたりするじゃないですか。はい、だから農作物のイメージがすごい強いですね。まあ、確かにそうですね。桃とか、まあ、リンゴとかも今の時期ありますけど、はい、そっか。じゃあ農作物、道の駅、あの猪苗代の道の駅ってあるんで、はい、そこであの農作物いっぱい買ってってもらって。あ、菅野さんは多分もうあの買う気満々でいます、ね。あ、なるほど。あのすげえ来る時も、はい、なんか道の駅ねえのかなってずっと言ってました。え、なんでって言ったら、はい、なんかあのお土産として、はい、そういうものをいっぱい買って帰りたいと。あ、旅行やんと。そのくせ早く帰りたいんですね。そうなんですよ、はい、あのこの撮影はさっきもケツ何時にしますかとか、はい、Z で帰ってきたらあと何しましょうかって言ってたら、はい、早く帰りたいって言うんです。菅野さんがね、僕最悪19時のライブ配信まで出て帰ろうかなぐらいのことを言ってたら、菅野さんが、はい、ダメだ早く帰るダメだ。まあでもお昼食べるなら福島県は有名な話ので言ったら、だって喜多方ラーメンとか。あ、いいっすね。あと会津の方はあのソースカツ丼とか。はい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 、まあ、ソースカツ丼っていろんな地域あるらしいですけど、あります？いや、神奈川県ないんです。ないです。ただ僕あれなんですよ、あの一回新潟に拉致られたことがありまして、 あの時ソースカツ丼をご馳走になったんですけど、あれとまた違う系統の。どうだろう、新潟のソースカツ丼、結局あのいろんな県でうちが元祖のソースカツ丼だって言い張ってるんですけど。そうですね、はい、あの本家って書いてありましたね。はい、到着です。ここで運転を交代してまいります。前半戦ここまで。